久保さん、今回芯にしましょうか。中芯。柱の芯。はい。まあ軸というかね、芯というか。うん。まあね、情報発信をね、芯にすると本当に何でもできるんで、僕はおすすめですね。うん。何でもネタになるっていう。なんかあの、さっきね、YouTube ちょっと見てたんですけど、まあ僕車好きなんですけど、 あの、うん、事故りました。あの、女性の方でドリフトや、ドリフトというかやってる人い、いる、いるんですよ。で、何の動画だったかなちょっと、もう消えちゃったかな。まあ、や、やらかしましたみたいな。で、まあ、車がちょっと破損してるんですけど。もう30万回ぐらい回してたんですね。そう。<laughs> まあ、事故っても再生数稼げるっていうね。そう。 だ車ぶつけたらぶつけたでそれがネタになるし、まあ仮想通貨もね、ネタのオンパレードですよね。上がる下がるが大きいんで。うん。だからまあ情報発信すると、もうマイナスもいくらでもプラスになるっていう。ここがね、非常にいいですよね。普通だったらマイナスってマイナスじゃないですか。だけど、マイナスで再生数が稼げるんですよ。まつまりお金が稼げるってことですよね。 マイナスだけどお金が稼げる。何なんですかねこれはね。<laughs> 面白い、この、まあ、あの、まあ、コンテンツ系で、まあ、コンテンツっぽいんであるならば、しくじり先生みたいなのが、まあ、わかりやすいと思うんですけど、しくじりましたよ、みたいな。うん。なんかま、成功する方法もいいんだけども、失敗した方法も全然いけるわけじゃないですか。だからもう、もう何でもいけるなっていうの、本当ありますよね。 だからまあ、僕いろんなジャンルの YouTube まあ見たりとかするんだけども、あ、こういう切り口もあるなとかね。あ、あとね、こう、あの、これね、あの、ライジンの控え室チャンネルっていうのがあって、これも178万回回してるやつがあって、富士テレビ放送事故、朝倉美来が失神して、なんか、なんとかするシーンみたいな。で、それがアップされてるんですけど、170万回ですね。失神して、<laughs> KO 喰らってんのかな もうあの、もうこんな状態になってるんだけど、アクセス稼いてるっていうね。100万回、ミリオンですよ。178万回、これ。富士テレビ放送事故。はい、178万回。<laughs> 見ちゃいましたね、僕もね。え、朝倉、あの、朝倉美久留が、失神してるんかみたいな。どういうことだみたいなね。そう。でも負けてるんですよ。負けてるけど稼ぐっていうね。<laughs> よくわかんないですよね。うん。もはや負け方も失神レベルでもう、ズタズタに負けてるっていうね。 してるみたいなだけど再生数ミリオンっていうね何なんでしょうねいってらっしゃい。